皆様こんにちは。この動画では朝顔のつぼみの作り方をお届けします。閉じたつぼみ、開いたつぼみ、いろいろ作れます。まず型紙ですが、13センチの正方形をこのように 5.5 センチと 7.5 センチの区切りの線に間に印をつけて、このような型紙を作っていきます。7つの三角は内側も外側も同じ数だけです。こういう型紙を作っていきます。まずお花紙を長い方を半分に折ります。で、先ほどの型紙の上に置いて書き写してください。で、これを2枚重ねると2枚の花弁ができます。これをカットしていきますが、外側はすでにカットしておきました。内側は少しカーブが細かいので、まず1センチ内側を切り取っておいて、同じ方向からこのようにまず三角部分のカットを入れて、手前が少し浅くなっているので、このようにこの部分だけ先に切っておいて、で、こちらも同じ方向からカットしていくと、きれいに楽にカットができると思います。で、これがカットのできたものですが、この三角の谷の部分同士向かい合わせの部分を折り筋をこれから7本つけていきます。では型紙でなく本物の紙で作ります。こういうふうに定規を三角の谷同士向かい合わせのところに置いて、で、押さえてやるとしっかり折り筋がつきます。この方が正確につきます。で、向かい合わせ同士をこれで7本折り筋をつけておきます。つぼみでまとめた時にきれいに筋ができるように折り筋をつけておきます。で、ここまでできましたら、次は三角の頂点の部分をお互いに向かい合わせ同士を結んで、これは指で折り山をつけてください。そうすると蛇腹折りができます。小さな蛇腹折りを今つけているところです。端がまだついておりませんでした次は上から1センチ2センチの間ぐらいに、このようにちょんちょんちょんと一山に1個ずつ接着剤を少しだけつけて折り込んでいきます。蛇腹を折り込んで両方折りにします。この方がつぼみの先端がきれいにまとまってくれます。で、くっつけた方が先端になります。次にカットした残りの余りのお花紙をこういうふうにロート状に、左の方を細く、それで上の方はねじってまた細く、これをつぼみの膨らみの芯にします。こういう感じです。で、端っこに接着剤を塗って芯を中心に置いて、筒状に両方から貼り合わせます。
で上から見てこのひだが均等になるように少し整えておきます。で左側が根元なのでここをひだを同じ方向に向けて折り込んで、で左を根元をしっかりと持って、上は右の方は軽く持った形で左手をぐるっと向こう側に回してきれいなこのねじりを作っていきます。で先端はきっちりしたつぼみを作るときは先端にこのように接着剤をつけてください。これはまだ開く前の本当のつぼみです。少しこのように開き加減のものは上に接着剤をつけずに置きます。次に額ですが、幅が5センチ、長さが8センチで、切り込みを入れる部分を 3.5 センチ、根元の部分を 4.5 センチぐらいのバランスでこのように描いてください。今回は和紙を使いました。お花紙だとやはり薄いので破れやすいので2枚で重ねてやるか、和紙だと1枚で大丈夫です。でこちら側に接着剤を塗って中心を少しだけ塗ってやって、そこにこれを置きます。で軽く止めておいて、先ほど塗った接着剤で止めて、その中にちょっと太めのワイヤーを15センチぐらいにカットして通して芯にします。で両側からくるんでいきます。と上の方の5枚のギザギザが均等になるぐらいまで貼り合わせます。根元を貼り合わせてこのような感じで出来上がりです。で作るごとにつぼみの開き加減を調節するとすごく面白いです。これはまた薄いピンクと濃い色で2種類作ってみました。このようなお花とつぼみとつるを葉っぱを作って一枝にするのは次の動画でお届けします。いつもご覧いただきありがとうございます。